はい、その散歩。今日はダイエットされてる方や低糖質向けのスイーツを探されてる方にとっておきのチョコレートタルトをご紹介します。今日のチョコレートタルトはこちらになりますけど、上がツヤツヤ、そして下はサクサク、小麦粉もお砂糖も使ってないチョコレートタルトのご紹介です。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価、コメント欄には質問などをぜひお書きください。では早速作っていきましょう。レッツゴー。このまま冷蔵庫で2時間ほど休ませていきます。今日タルトで使う型が底が抜けるタイプの12センチの型です。別にね、底は抜けなくて大丈夫です。これにね、見合ったようにタルト生地を伸ばして型抜いていきたいと思います。その前にまずこちらの型に生地がくっつかないように油を塗っていきます。この内子はおからパウダーでもグルテンパウダーなどを使っていただいても大丈夫です。一度台に出したら、だいたいどれぐらい伸ばせばいいのか見ておきます。この横の部分にも生地を入れないといけないので、一回り大きめに伸ばしていきます。内子をして綿棒にも軽く、もし綿棒がない方は手で伸ばしてもらっても大丈夫です。もう一回りですね、これをね、立てるとどれぐらい足りないかっていうのが分かります。だいたいね、大きさ伸びたのでここに入れていきます。ちょっとね、生地が破れてしまったんですけど、こういう感じで継ぎ足して指で押さえればくっつきます。こんな感じでね、均等に生地の厚さがなるようにくっつけてあげてください。生地を貼り付けたら、いらないところを切り取っていきます。だいたいこの12センチの型だったら半分ぐらいの高さに
こうやって包丁やペティナイフ、まあ爪楊枝とかでもねできないことはないんです。くるっと一周刺してください。で余分な生地を取っていきます。そしてフォークで膨らまないように穴を開けていきます。これで冷蔵庫で15分ほど冷やします。こちらの余った生地はクッキーとして美味しく食べれるので、ぜひ無駄にしないようにクッキーで型抜いてみたり形を整えたりして食べてみてください。15分休ませたものがこちらです。ここにアルミホイル、これ重しですね。これはナッツじゃなくても、まあ、軽石であったり、まあ、タルト石っていうのがあるんですけど、今日はそういうのご家庭にない方もできるようにナッツでやってます。ナッツはこれ焼いたら食べれますしね。これ乗せる意味はタルト生地が膨らまないようにですね、膨らんでしまったら食感が悪くなったり土台としてふさわしくないので、こちらで浮き上がらないようにギュッとねナッツを敷いてます。じゃあこれで160度のオーブンで40分焼いていきます。卵黄を塗っていきます。側面の方にもね塗っていきましょう。こんな感じ。ではオーブンで15分ほど焼いていきます。はい、焼き上がりました。このままね常温まで冷ましてもらってチョコレートを流していきます。今日はこちらの糖質ゼロのチョコレートを使っていきます。ご自宅で作られるときは高カカオ分のチョコレートを使ってください。今日は生クリームを使わず牛乳でガナッシュクリームを作っていきます。ではこちらを600ワットの電子レンジで1分半から2分加熱していきます。小さじ1杯のラム酒を加えます。お酒が苦手な方やお子様がおられる方はバニラエッセンスなどを加えてください。こちらにチョコレート流していきます。最後にツヤツヤのねグラサージュを流したいと思いますので、叩いて空気を抜いて平らにしておいてください。そしてですね冷蔵庫で2時間冷やしていきます。ツヤツヤ大好きのグラサージュ作っていきます。ココアをふるいながら入れてエリスリトールが入ります。グラサージュ普通は生クリーム使いますが、今日は生クリームを使わず牛乳で作っていきます。板ゼラチンを 3g 使います。粉ゼラチンを使われる方は箱の裏に書いてある水で戻しておいてください。ここに入ってますね。ではチョコレートタルトをね型から外していきます。
火を止めます。ココアが溶けにくいのでしっかりここで混ぜておきます。ある程度混ざったなと思ったらここでゼラチンを加えていきます。板ゼラチンはしっかりギュッと絞って水分を取った後で加えていきます。いっぺんに加えるんじゃなくてゆっくり混ぜながら少しずつ溶かしていきます。氷水で冷ましていきます。冷やすとこのようにとろみがしっかりつきます。グラサージを裏ごししながらかけていきます。つやつやです。じゃあこのまま冷蔵庫で冷やします。しっかりね、冷やしておいたグラサージュをかけたチョコレートタルトが完成しました。こんな感じでキラキラ。こちらをカットしていきたいと思います。飾りにピスタチオを真ん中に置きます。では食べます。いただきます。タルト生地、チョコレートのガナッシュクリーム、グラサージュショコラという感じでね、3層に分かれてます。低糖質とは思えないこの美味しさ、そしてねこの見た目も可愛くて美味しそうっていうのもね、低糖質ではなかなか出せないところではありましたけど、プロが作るとこうなるよっていうのをご紹介しました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。その散歩のチャンネルは今までいろんな動画を上げてきました。他のねスイーツのおすすめ動画はこんな感じで上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。じゃあ次の美味しい動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。